今回は普通電車や快速電車についているグリーン券の購入の仕方をお伝えいたします。グリーン券を購入する際にはこちらの指定席券売機ではなく、こういった緑の券売機または駅の中にあるグリーン券売機を使用します。では操作していきます。このように脇にいろんな表示がありますが、グリーン券のボタンを押します。お求めになるグリーン券を押してください。スイカを持っている場合にはスイカを入れて、スイカにグリーン券情報を書き込みすることで車内改札が省略されます。もし記念に持ち帰りたいスイカを持っていないという場合には磁気グリーン券を選択します。磁気グリーン券では行き先の駅名を選びます。これは今いる駅からのグリーン券でないと購入することができませんのでご注意ください。行き先の路線名ボタンを押してください。他の路線を選んだとしても出発駅は今いる駅になります。領収書が必要な場合には先にこのボタンを押してください。お金、スイカやパスモなどを持っている場合にはグリーン券を押した後、お求めになるグリーン券を押してください。ご希望のスイカパスモを入れます。この絵はスイカの絵になっていますが、共通利用することができるパスモなどもご利用することができます。スイカを入れてください。このように以下の IC カードがご利用できますという形で、この画面で初めて他に利用できる IC カードが表示されます。行き先の駅を押します。ご希望の駅名を押してください。行き先の路線名ボタンを押してください。スイカグリーン券情報を書き込みました。お取り忘れにご注意ください。これでこのカードにグリーン券情報が記録されました。あとは列車に乗車し、グリーン車の天井にあるスイカのタッチスペースにタッチすることでランプの色が変わります。色が変わると車内改札は行われず、快適に過ごすことができます。ご視聴ありがとうございました。